前ぐらいに落ちても死ぬのは嫌や。曖昧の気に、つっつっつということで、土倉パート35やっていきたいと思います。まだ過去の土倉を見てないよって方は、概要欄に再生してあるんで、ぜひそちらから見てください。そして皆様いつもコメントと高評価、そして絵を、本当にありがとうございます。いつも楽しく視聴してるよとか、土倉最高とか、本当毎回面白い等々のあったかいコメント、本当にありがとうございます。そして今のはなんと、ここからニョキッと出てくるこちらから実写チャンネル登録できますので、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということでですね、前回全てを失いましたね。あの動画のもう最後だけでもいい、ぜひ見てほしい。っていうのも、その俺が全ロスして、ウィーって思ってくれてもいいし、あ、やべ、こんなことあるんや、私、僕も気をつけようっていうね、注意喚起の動画にもなっておりますので、ぜひ見てください。ということで、前回から木の神神楽もホンリホンリさせてよ、もう水の呼吸も全てを失っておりますので、あ、もちろんあの赤社の苗木等々も全てございません。ということで今回ですね、またまったりというか、いやでもこれ絶対しないといけないんですよ。で、できるだけ裏から最近すごいしちゃうんやけど、なんていうの、できるだけ動画には したいので、ちょっと今回もというか、今回は再生パート、再生パートということで、皆さんこちらご覧ください。ポーン、経験値61試させていただきました。意外とねこれ61もかかるんですよ。なんかもっとバーって一気にね、経験値を得られる方法をちょっと探したいなと思っております。まあ、あれはあれで、スケルトントラップで骨粉とかゲットできるんで、めちゃくちゃいいんですけど、で、その、おんじゃねえよ。お前に返事してほしいわけじゃない。その骨粉をですね、使いまして、ペーン、あ、じゃあ、こっちだ、ポーン、骨ブロックをかなり貯めてるんで、これでスケスポのとこは、スケルトンの顔を作って、ここが、なんて言うの、下に降りてく階段のとこを口にして、だそういうアート、まあアーティストですから、そのやっていこうかなと。ちゅうわけで、待てよ、まずね、ここら、あ、まあ全然いける、全然いける。あら、火もない。あー、てかあの斧もなくなったんや。そう言われてみればって、そう言われてみればって別に誰にも言われてませんけどね。ええ剣、斧、ダイヤのツルハシ、シャベルで、何個残った？27個。全然で、皆さんお茶コメントね、いっぱい書いていただいてありがとうございました。思ったよりみんな結構意外やったなって、意外っていうか、バラバラやなっていうのと、なんか初めて聞いたお茶もあって、ふーんって思って、あ、そんなお茶あるんやと思って、ちょっと飲んでみようかなと。あ、待って、これでしょ、火属性でしょ、耐久2、ちょっと待ってな、経験値61で足るかな。まず耐久3作りますね。耐久3を、これかな、耐久3お入んなさい。でね、エメラルド、紙はターンとありますので大丈夫。ほいで、ですね、俺がね、前回サボテンが欲しかった理由っていうのが、サイコロちゃんたちをこう、トロッコでガーって行くでしょ。で、そこでトロッコで、俺毎回あっちで回収してんやけど、あっこで回収できたらめっちゃ効率ええやんか。っていうことで、サボテンに触れさせて、トロッコがプリーンになって、どんぶらこ行くっていうのにしたかったんですが、ですね、今、ごめんね、ちょっと見る。アクティベーターレールっていうのがあるらしくって、で、それがオンになってる状態で、サイコロがトロッコを乗ってくるやろ、サイコロは。で、その上を通ると、その場で勝手にトロッコを降りるっていう、紙、なんちゃらコーチャーがあるらしい。今日それもちょっと試してみたいなっていう。ね、ちょっと、どれや、これだ、作れる、初めて使うよ、こんなん。おつけ、ああ、すごい、あの、無限村人装置がもうずっと作動しておりますんで、あの、皆さんがね、サイコロ移動、大変な中ね、
あのお疲れ様でしたとかって、ね、すごい言ってくれたんですけど、いまだに増え続けておりますので、まあサイコロちゃんに関しては落下で行くはずなんで、でもうところ構わず送ってったから分かんなくなっちゃってんだよな。あっちにもおる可能性がありえる。あ、宝釣りか。うわ、マジか。これでとりあえず、水の呼吸はいけるね。ちょっととりあえず一回さ、これでよし、で水の呼吸ゲッティングオベーション耐久2。あと修繕もっとつくのかな。師匠ダイヤだけ増やして、で待って、増えてきたらオトソンの方に強制送還したらまあいいかなっていう気はするんだけどね。であとさ、ちょ待ってな、あのゴール、あ、あかん、あかん、マジであかんよ、マジであかん。これさ、おかしいよな。一回やったら気が済むはずないって、ゴーレムって今マジであかん。61やから。あ、でもなんか大丈夫さ、寝よ、とりあえず、とりあえず一旦ねんねん、ちょっとどいて。おやすみ、ほいで、神がもっといるな。あ、でもちょっと一回試してみたくない？アクティビテーターで誰土倉、これをどしたらいいの。やばい、ちょ、一回一回試しでここにこいつを置いて、え、これってさ、トローチなくてもいいんかな。で、これでこうして、あ、ちょっとこれ、あ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 、戻ってきた。で、あ、やっぱこれトローチがいるわ、これも多分。あ、オッケーオッケーオッケー、行ってもらったね、彼は。いってらっしゃい、いけ。どうなの。おお、すごい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 、マジか。え、ってことはちょっと調整はしてなあかんね、絶対。マジか。え、サボテンいらんやん。じゃあサボテンいらん。あ、また来とる。ちょっと最近ロープ少なくなってきてるね。てか前失ったっす。せやかて工藤、ここかな、ここでいいんかな。でもなんかブリってなってこっちに出そうじゃね。だから出やんように、出やんようにこれで、でこれこうして、でねトロッコを回収できる。やばい、ちょっと初めて俺何も見やんとやるわ。ここでブリってなるやろ。でトロッコを回収したいわけですよ。回収したいわけで、ホツパーは無理かな。ちょっと待って、先にまずあれやろ、まず先にエンチャンティングしよう。落下して死んでもうたらマジ最悪なんでね。61ためのに結構かかったんで。お、久しぶり。火炎、あ、耐久さんもいいね。うわっ、耐久、あー、でもシルクタッチいらんかったな。めっちゃいいの来た。鋭さがいいよね、やっぱりね。幸運じゃねえんだよな。ちょっと待って、待って、落ち着いて、みんな。これいただき、マウンテンデューする。で、またはいはいはい、耐久さんか。幸運、まあいいか、これ作るか。でかっ、これでかっ。おっ、ばっ、今回めっちゃいい。まあ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 ま
扇数2、火の呼吸、4の方ぐらいまでいったんちゃう。死の方だって火属性2になったもん。これで相手ボーナス2やろ、3にしたるよ。やっちゃって、耐久はついてないね。じゃあちょっと待ってな、火属、ちょっと待ってな、先に確認させて。火属性はもう2がマックスエディション、おつけです。おつけで、アイテムボーナスと耐久をつけたいわけやから、こうするでしょう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 、はい。ちょっと待ってよ、火の神神楽で、あ、でも火の、ごめん、火の神神楽は火の神神楽で、ホリホリは幸運、耐久、あと効率や。待って、効率こう、あれあるよね、ここにある。うぅー、で、やばいやばい、公式だ。ちょっと待ってな、あれ、あったよ、あったで、効率5。え、最強じゃね、これで、これで、あ、修善行がないやん、修善行。おっきょっきょっきょ、おつけです。おっ、何したの、おつけです。で、火属性もいらない、効率5。宝釣り、だから釣りぞ、全然いけるいける。入れ食いか、あーさあ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 、ちょっと待ってな、ちょ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 、あー、なになになに、いと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 、やべ、興奮しております、伝わってるこの俺の興奮。釣りぞ、 OK。 で、待って、耐久もつけちゃう、耐久もつけちゃう、つけちゃう、つけちゃう、もう耐久3にして、あ、やべ、足りるかな。で、宝釣りと耐久で、はい、完璧こと。水の呼吸、名前変えようかな、バクチョウコにしよう。はい、バクチョウコ、はい、完璧。来たよ、あとホリホリさせてよのために。ちょっと待ってな、みんな、ね、神、神むっちゃありますから。あと、あのゴーレムのコメントでみんなめっちゃ笑ってくれたけど、俺マジでうざかった、正直、正直マジでうざかった、あいつは。しかもあれおかしいよな。さあ、まだアップデートも来てないと思うんで、多分、うん、作動してると思うんですけど。でね、これね、あれと思うやんか、一回ここをこっついてあげると、あ、オッケー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 。でもね、えぐいんすわ、もう全部満タンなん、もう。これはね、マジでやった方がいいよ、みんな。いや、俺さ、なんか作るわ、耐熱の防具。マグマに落ちてもう死ぬのは嫌や、ほんとに嫌や。とりあえずエメラルドがバカバカ欲しいんで、とりあ、小僧おった、小僧おった。お、小僧まだ進化できるのか。とりあえず足らないんだよな、エメラルドが。ウスタサタンの極みエクストラ。でもこれは完全に再生したでしょ、もう。あ、こう、リツコよ、リツコ、リツコ、オッケー、これで効率5。うわ、また生まれてやがる、あいつ。あー、でもちょっとあれだな、ホリホリさせてよーにはちょっとつけれないっすね、経験値の関係上。じゃあとりあえずもう再生っていうか、再生より進化しちゃったんで、とりあえずもうこれで、で、この効率を、シャベルもいける。で、ホリホリはもうつけるやろ、修繕、うん、で、このダイヤモンドの斧にいけるか、オッケー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 。斧何にしようかな、この斧、バッコリです。バッコリもできたんで、とりあえずね、今ちょっとある分でホッパー2つと、チェスティングオーベースを作ったんで、火の神神楽めっちゃ強いんだ。鋭さも5いけたっけ、4やったっけ。まあ完璧かなっていう。土蔵、いや、マジで嬉しいわ。わー、ガコン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 、プリッってなって、ちょっと待ってな、
見ます。大丈夫かなこれ。いや水流れるかな。いやいやな、大丈夫かな。ちょっと待ってな。ちょっと待ってな。いやこれいらんやん。ほいっと。やべえ、なんかでもなんか多少はちょっと成長したじゃないですか。こうやってなんか自分で理由で考えるの楽しいかもかな。ここにぷよん立つ、ここと向こうかな。早っ、ばっこりやんマジで。ちょっと考えさせて。あ、多分いけるかな。ここに置いて、こうをこうを、あ、だってつけないといけない。いやーこれじゃちょっとダメだな。だもう一段下ないよな理想が。まあ水が一回ちょっと変になったら直しゃいいやんね。いやでもチェストで水って抑えれるんかな。まあやってみるべ。わちょっとちょっと変なことなったで、どう、あ大丈夫やな。これでどうすか。ちょっとねトロッコがどうなるかっていうのをまず見たいんで、ねここら辺でこうやって出しといて、さあどうなる、さあどうなる、さあどうなる。ここかー。え、しかもさ村人村人落ちたな今。待てよ、ここに降りるって、落ちるってことは、ちょっと待って、ちょっと待って、待って、待って。あ、この下大丈夫か。その下に、ちょっと一旦、こうやって置いて、ここに、この下に、ホッパーを置けたら最高。なんか、おかしくない？え、こうでいいんじゃないの？念のため、なんでこれ下、大丈夫これやろ。で、あの下にチェスティングオベーションを置く。うん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 。え、下からでもつけれるよね。あ、行き過ぎた。あかんわ。あ、違う。またあれすればいいんや。から。なんでやねん。で、一回またホッパーを取って。ああ、でもやっぱ二つにしたいな。オッケー。ちゃんと下にくっついてたらオッケーなんすよ多分。あ、オッケー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 、できた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 。でこっからニューって下からね、ニューってつけたら多分完璧。さあちょっと見てみましょうか。よかったーな、言ったやろ先にエンチャントしといて。経験値61がおしゃかになっちゃう。よーし、多分オッケーやと思う。で、あとは村人が下に落ちたやつがあったから、それだけしっかり落ちないようにケアしてあげたら、サイコロ転送装置が最高に効率のいいものになる。こんないだからね、やっぱりね、前回が全然してるんですか、それの恩返し、土の恩返し。
まさにこれ。これでもパインっていくよな、多分な。パイン、ここでパインってなるから、もう一個伸ばし、いや、こ、うん、伸ばしてあげて、ほいで、ここにこうしてあげて、これでどない？なんで？やべ、めっちゃ楽しい。てこ、こんなやったらいいやろ。よし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 。で、トロッコ下ろして、さあ来なさい。さあどうや。あ、なんだよ。あ、あ。あ。そっか。この状態にならんと、あかんのか。じゃああかんやん。しかも、なんかみんな、下に行っちゃう。あ、そっか。やっぱサボテンやったらこれになるよな、多分。サボテンやったら、サボテンやったらこの状態になるはず。ってことはやっぱサボテン。まあでもなんかこれは多分あれ装置に使えるよね。なんか今後ちょっといろいろなんかもう、でも分かったわ、分かった。回収はできない、下ろすことはできるけど回収できなかったっていうことを自分のあれで知れたのはでかい。じゃあ釣りしますか。えい。いやーでもよかったー。日の神神楽もホリホリももっと良くなったし、バッコリも最高、シャベルもめちゃくちゃいいし、最後に見る。いいの来いよ、いいの来い、修繕来い、修繕、修繕来い。チュッ、まあまあまあいいでしょう、まあいいでしょう。おお、聖なる力4、まあまあいいでしょう。はい、ちゅうわけで、今回ですね、武器、ヒノカミカゲラもホリホリさせてもう新しく、まあバッコリという名前にしたのもめちゃくちゃいいで、あの装置に関しては確かにトロッコはトロッコからポイントはできたけど、トロッコは回収できなかったっていうので、ちょっとサボテンもまた試してみたいなと。でもなんかみんなにこういうので使えるよって言って教えてもらって、そこから自分でいろいろ考えて試行錯誤してやってたのがめちゃくちゃ面白かったんで、今後もねいろいろやっていこうかなと思います。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あと実写チャンネルやってるんで、概要欄か終了画面からぜひ登録してくれたら嬉しいです。あとツイッターのフォローをぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。つうわけでさよなら。来たる4月26日に私がやっているセミフレットというバンドの、ライブがなんとございます。詳細等々は概要欄にもバッチリ書いてあるし、ぜひそちらからね、見ていただけたらなと思います。あのね、普段ねこういう動画とかそういうんじゃない感じでイベントでね皆さんとこう触れ合いたいので、ぜひ皆さん遊びに来てください。ではお待ちして